魔術の逸話を知りたいって？じゃあよく聞いて。話によると100年前の老宮では異常現象が頻発していた。暗影が太陽を覆って罪が世に降り立った。噂では厄災の名は金雨。空に根を張り日を飲み込んだために諸悪の影が横行した。老朽の人々は抗おうとしたけど日を蝕む悪には勝てなかった。一瞬で老朽は厄災に見舞われ嘆きの地と化す。なんとその時ある義士が立ち上がった。彼が集めた瞬血は七術と呼ばれた。彼らは人々を支配する者、万物に精通する者、諸悪を一掃する者、陰影を駆使する者、状況を洞察する者、真摯に生活する者、人の身で神に近づき星の加護を受けた彼らは金雨と一戦を交える。星が光を失い天地が崩れ、力を尽くした七人は金雨を倒してみせた。そして光を取り戻す。彼らは創世のアンカーを作り、自身を模した七つの釘を置き平和を守った。まさに衆生救済、好みを捨つ、武や帝万古に存ず。一番の善人になりたい。少女、今回も逃げない。もう死んじゃうの？じゃあ夢追い人、今のあんたはうちのことをどんな人間だと思ってる？あなたは。はいはい、嘘が苦手な嘘つきなんてのはもうやめてよ。今回は誰もがうちに騙された。この欺瞞の術の称号も今や名実相伴う。少しも術に恥をかかせないよ。だからうちのやりたいこと、心の中の願いはもう全部叶えられた。そうだよね。これでうちの人生に少しの悔いもないって言えるだろ。だからこんな風にあんたに別れを告げることができるんだ。それじゃ夢追い人、さよなら。少女くん、待って。やっぱり夢だったんだ。
こんな時間まで寝てたなんて。少女の消息が途絶えてからもう3日も経ってる。親切姉さんからのメッセージだ。せっかくの休みなのに邪魔をしちゃったらごめんね。さっき老朽から帰ってきて、あなたに渡したいものがあるんだ。どうしてあなたを連れて行かなかったのかって愚痴ってる？どれくらい眠ってないかちゃんと考えてみて。だからもう少し休ませてあげようと思ったの。起きたら週末のアンカーに来てね。親切姉さんが老朽から持ち帰ってきたもの？一体。とりあえず起きて親切姉さんのところに行こう。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。今日のアンカビルはすごく賑やかだね。昔とあまり変わらないかもしれないけど。生活感か。確かにいいものだね。夢追い人来たんだね。ちゃんと眠れた？ご飯は？お腹空いてる？腹ごしらえにとりあえずチョコでも食べとく？大丈夫だよセナ、まだお腹は空いてないから。食べなくても大丈夫。どうせこの後盛大な宴が私たちを待ってるから。え？少し元気になったみたいだね。よかった。安心して親切姉さん、昼直前まで寝てたしちゃんと休めたよ。ところで老朽から何かを持ってきたんだよね。相変わらずせっかちなんだから。その通り。老朽のある人からこれをあなたに渡してほしいって頼まれたんだ。これはセルマからの宴の招待状？うん。彼女自身の言葉を借りると、少女を忘れないように今までにないくらいに盛大なパーティーを開くんだって。親切姉さん、本当に少女の消息がつかめないの？術のやり方やデータ研究所の捜索方法で何度も試したけど、得られる結論は一つだけだった。老朽にいた少女と罹患の術相は共に消えていった。そっか。夢追い人大丈夫？英才を払って老朽の人々が罹患の術相に怯えずに暮らしていけるようにすること。心の奥にどんな考えがあったとしても、部外者から見ればそれこそが術たちが叶えたいと思ってたことだよね。うん。少女とみんなは使命を果たして老朽を守った。ただ、何でもない。ただ今でも行方不明になってる少女自身の願いはどうなるの？ちょっと。ん？もうまたぼーっとしてる。ここ数日ずっと心ここにあらずって感じだよね。それなら今から老朽に行くっていうのはどう？ヘリアとコラリーはもう準備できてるよ。少女が心から愛して救った世界を一緒に見てみようよ。まだ消息はつかめないけど、今の彼女はきっとみんなにとっての英雄になってるはず。少女もきっとみんなに尊敬されて面目が立ってるところを友達に見てほしいと思ってるよ。そうでしょ？うん。セナちゃんの言う通りだよ。こっちはまだ老朽支援の仕事が残ってるし、みんなはすぐに出発した方がいいと思う。セナちゃん、コラリー、ヘリア、夢追い人のことをよろしくね。親切姉さん、私。了解。必ず任務を完遂するよ。行こう。遅刻するのはいいことじゃない。そうそう、行こう夢追い人。行って、
彼女が愛した生活観にもう一度触れてみないと、あなたの心にある疑問は解けないよ。わかった。昨日老朽に来た時とあまり変わらないような気がするけど、もっと賑やかになってるべきって思ってる。今はまだ災害が収まって再建段階ってところだよ。むしろ今までと比べると少し静かだから、ちょっと慣れないかな。でも老朽で一番賑やかな場所って琥珀街でしょ。あ、別にそういう話じゃないよ。あれ、夢追い人、上にいる人たちって見覚えあるよね。兄さん、ここの景色がこんなに綺麗だったなんて初めて気づいたよ。どうして今まで感じなかったんだろう。心境が違うからに決まってる。昔の俺は回収で取引できるようにここから飛び降りろとお前を脅してた。本音を言うと、不安そうにしてるお前を見て、どうしてこんな生活を送らないといけないのかってずっと考えてた。恐怖で生計を立てるなんて、安心して暮らせるはずないからな。その悔しさと申し訳なさを口にすることはできなかった。でも今この時、お前にすまないと伝えたかったんだ。まだ間に合うといいんだけどな。そんなこと言わないで。兄さんは私たちが生きていけるようにそうしたんでしょ。あ、それより兄さん、これからはどうすればいいの。回収がなくなって影もなくなったから、これからは自分たちの力で暮らしていくしかないんだよね。なんだかワクワクしてるみたいだな。英才が再び襲ってくる心配はないし、無理やり恐怖の中で生きることもない。私たちのやり方で暮らせるんだから、ワクワクするに決まってるよ。ああ、今は桜花の支援があるけど、まだまだ先は長いし、いつか俺たちは自分の力で生きていくことになる。でもこれから何をすればいいのか俺にもまだわからない。なんというか、こんな不確かな未来も少し怖いな。大丈夫、一緒に考えよ。兄さんがどこにいようと私もついていく。時間はまだまだあるんだから。前回あの二人に会った時すごく驚かされたんだよ。うん、でも影が消えて老朽の人たちも恐怖の中で生きる必要がなくなった。彼らにとって新生活は確かにワクワクと未知で溢れてるだろうね。へえ、二人の知り合い。そう、老朽に着いたばかりの時に飛び降りるふりをして恐怖を感じようとする彼らを見かけたんだ。あの時はまだ老朽のみんなの暮らし方を知らなくて、ちょっと誤解しちゃったんだよね。恐怖と生活に必要なものを交換する、こういう生き方はよそ者にとってはなかなか理解しづらいよ。そう考えると、働かずに得ることに慣れた老朽人が新しい暮らし方に馴染むためには、いろんな困難に向き合う必要があるだろうね。働かずに得るっていうのは少し大げさかな。それに桜花からの援助があれば、きっとみんなは適応期を乗り越えて最終的に自給自足を実現できると信じてる。確かに、影と取引するために無理やり恐怖心を抱かなきゃいけない生活より、自給自足の方が安心できるし未来に期待が持てる。それはバカだけの考えだって言いたいところだけど、
老朽にも似たような考えを持ってる人がいたよね。あのマンゴレおじさんの話でしょ。そういえば今日もこの近くにいるかもしれないね。あ、商品いいよ。その呼び方結構気に入ってるから。でも今はもう老朽と大川は再びつながってるから夢追い人は異邦人じゃないよ。あ、正尺先生の異邦人のお友達。あ、違う。この呼び方は長いって瀬名お姉さんが言ってた。週末のアンカーで行き来できるようになったのに、マンゴレさんは大岡に行ってみたいとか考えないの？しばらくエミリーたちとここにいるつもりだから、まだ大岡に行く予定はないな。それに、もう老朽に改修はないから、栽培の技術を学びたい人も増えていくはずだ。誰かがその知識を広める必要がある。ここでそれができるのは、俺だけだ。あなたの頑固さが、新しい老朽で欠かせない財産になるとは思わなかった。コラリ。なんでもない。ちょっと感心しただけ。頑固か。ぴったりな言葉だな。前に俺のことをそう言ってた奴は、本人も頑固者だった。利官の術槽の上に立ち、人々のために災いを払う。きっと、死ぬほど怖かったはずなのに。あのペテン師は術としての使命を最後の最後まで貫いてみせた。え、てっきり。てっきり彼女のことを評価してないと思ったのか。言ったはずだぞ。俺が嫌いなのは彼女と影の関係だ。長年あの妖物を使って影と取引をしてたが、何が得られたというんだ。それに最後は。まあいい。あの不気味な力は信用できないと言っただろう。確かに正尺は回収を仕切ってたけど、回収、英才、そして器具は彼女自身の意思とは何の関係もない。正尺と回収が存在しなかったら、異変が起きたこの地でみんなも生活できてなかったはずだよ。理屈はわかってる。作物を一株ずつ植えても得られるのは失敗ばかりだったしな。だが影に頼って生活してもいつかは終わりがやってくる。術たちは俺よりもずっと分かってたはずだ。回収と労働はもともと正反対なものだ。適当に怯えたらパンが食える日々に慣れてしまった者たちの中で、しっかり働こうと考える奴はどれくらいいると思う。ずっとこのままでいてほしくなかったんだ。だが俺は何も成し遂げられず、回収がなくても生きていける方法も見出せなかった。影と回収に嫌悪感を抱いたのも、何の役にも立たない独りよがりに過ぎない。でも今は少なくともマンゴレさんの考えと期待を実現できるチャンスがある。老朽はもう影の力で暮らす必要がなくなったから。そうだな。あのペテン師のおかげで俺たちは未来を語る資格を手に入れた。いや、あの術、正尺のおかげだ。パパ、どうしたの？正尺先生はもっといいところに行ったんでしょ？どうしてパパは少し辛そうな顔をしてるの？大丈夫だ、エミリー。今はもう挽回しようがない。うまくできなかった昔のことを思い出してただけだ。そうだったんだね。心配しないでパパ、すべてうまくいくって正尺先生が言ってたよ。うん、すべてうまくいくよ。これは、いつもはビルにいる
あのエイカ？エイカが積極的に仕事をするなんて、誰かが彼女のプログラムを改ざんしたのかな。多分目の前にいるのはエイカと型番が同じなだけだと思う。物資の分配とかで数多くのロボットが派遣されたから。こんにちは、大霞。何か協力しましょうか。こんなに積極的だとは、エイカとは大違いだね。それはエイカが当直だけを任された理由でもあるのかもしれないね。してほしいことをまだ決めていないのですか？それなら質問機能を試してみるのはどうでしょう。思う存分質問してくだされば、よりスムーズにあなたのニーズを満たすことができると思います。やめて。最近の出来事を考えると、人工知能に質問するなんてまっぴらごめんだ。質問します。最近の出来事というのは何ですか？聞かない方がいい。とにかくあなたのせいじゃないよ。でも質問といえば、老朽の人たちに聞くべきじゃない質問があるんだけど。ここの人たちは今まで貨幣と原材料の代わりに恐怖と回収を頼りにしていた。あんたから見て、彼らが自給自足して狼みたいな暮らしを送れるようになるまで、どれくらいの時間がかかると思う？いい質問ですね。総合的に言えば、その時間は短いと言えません。そして未来の老朽の経済体系も独自の特徴を持つはずですから、桜花と完全に一致するとは考えにくいでしょう。ただ具体的には、術と老朽人の状況を元にして分析する必要があります。新しい体系の構築進捗も桜花と老朽の交流頻度によって変化します。交流頻度ということは、週末のアンカーで桜花に行きたいっていう老朽人がもういるってこと？いえ、現時点で志願者はスカダーという方のみですね。他の方々はまだ様子を見ているようです。もちろん術は統計に含まれていません。想定内ってところだね。他に質問がなければ、エネルギー節約のため待機モードに入ります。あ、まだ聞きたいことがあるよ。このしっかり封じられてる箱たちの中には何が入ってるの？それもいい質問ですね。これは食料よりもずっと大事なものです。これがなければ老朽は大変な目に遭うでしょう。そんなに？じゃあ一体何？トープン、影の代わりにデータの海の侵食に対応するために桜花が提供した根源物質だと思う。うん、研究所から聞いてるよ。影の権能とデータの海は、片方が減ればもう片方が増えるっていう関係にある。罹患の術相が消えた今、海からの侵食を防ぐにはエータンとかに根源物質を注入する必要があるんだ。正確な回答です。老朽人の受け入れ難易度を下げるために、私たちは根源物質を投入する過程を新型回収と呼びましたが、効果は抜群でした。昔は回収を取り仕切ってた人間のことをあんなに嫌ってたのに、今は回収で新しい生き方を理解することになるなんてね。この表現に他のアドバイスがあるのですか？ぜひお聞かせください。正しくフィードバックして対策部門に報告します。ううん、なんでもない。仕事を続けて。かしこまりました。エネルギー節約のため待機モードに入ります。真面目に働くエイカの仲間の邪魔をしないでおこう。さて、そろそろ琥珀街に行かないと。とにかくみんなは老朽を救った英雄に感謝してるはず。今回はセルマが主催者だし、きっと少女の顔を立ててくれると思うよ。多分。琥珀街はあの日と同じように賑やかだね。うん、みんながここに集まって少爵という英雄の話をする。きっと彼女もすごく鼻が高いって思うはずだよ。飢え死によりもメンツを失うことの方が大変。彼女のポリシーに対してはノーコメントだけど。でも
みんなに覚えててもらいたいっていう少女の願いが叶ったのを見ると、やっぱり嬉しいよね。うん。行こう。彼女のご近所さんたちが英雄のことをどう語るか見てみよう。もしかしたら少女の伝説に重要な内容を付け加えられるかも。うん。はぁ、一体どうすればいいんだ。どうしたものか。そんなに悲しまないで。きっと彼女も思い出してくれた人に喜びや誇りを抱いててほしいって考えるはずだよ。そうでしょ？あ？悲しむって？あれ？少爵の件で悲しんでるんじゃないの？え？何そのなんとか爵って。少爵。ああ、少爵のことか。知ってるよ。琥珀街で麻雀が一番うまいのは彼女なんだ。へえ、そんな特技があったんだね。そうだよ。いつも麻雀は病気を治すとか言って暇さえあれば遊んでたんだ。そういえばここ数日は姿が見当たらないな。またどこかで麻雀をやってるのかもしれない。本当に少爵の話なの？違うのか。いや、これから何の商売をすればいいのかずっと考えてたんだ。誰の話か思い出せなくても不思議じゃないだろ。ちょうどよかった。君たちは頭が良さそうだし、なんか提案してくれないかな。じゃあまず勉強して何か特技を身につけるっていうのはどう？あるいは誰かに弟子入りするとか。いや、そんなんじゃ形になるまで時間がかかる。勉強は商売ほど早く金になるわけじゃないからね。でもこれからは回収もないし、みんなの欲しいものは、あ、雀荘でも開こうかな。そのなんとか雀ってやつも麻雀は病気を治すって言ってたし、きっと人気が出るはずだ。な、君たちはどう思う？へえ、いい案だね。成功を祈るよ。へへ、ありがとう。君たちもその時は来てくれよ。なんだか想像してたのと少し違うよね。少爵はみんなのためにあんなに長く回収をして、最後には老朽を救ったのに、結局みんなは大して気にしてないみたい？どんなに偉大なことでも、具体的な人の話になると短い反応しかもらえないものだよ。永遠の話題になるのは明日の衣食住の話くらいだ。コラリーの話も一理あるね。世界を救ったのもみんなの明日を手に入れるためだし、未来の生活がどう続くかの方が確かに何よりも大事だよね。それにみんなが明日に思いを馳せること自体が生活の一部。そうでしょ？そうだね。それに私たちは琥珀街に入ったばかりだ。さっきの人はただの例外でしかない。そうそう、パーティーまではまだ時間があるし、もう少し見て回ろうか。待って、あそこで何か騒ぎが起きてるみたいだよ。少爵先生。あれはトリッカー？へえ、意外だね。彼は一応少爵と仲良くしてたって言えるよね。近くに行ってみようよ。少爵先生、あなたがいなかったら私はどうやって生きていけばいいんですか？あなたみたいに情に熱い友人がいるって知ってたら、きっと少爵も感動すると思うよ。少爵先生、私も連れて行ってくださいよ。やめてやめて。辛いのはわかるけど、そんな風に考えないで。そんな風に考えないわけないでしょう。ああ、なんという世の中だ。琥珀街で最も真面目に働いてた人間がこんな目に遭うとは。
全く救いようがない。世も末です。少爵は確かに尊敬できるよ。100年間も改修を取り仕切って釘の安定を維持し続けて、最後は自分の全てを諦めてまで老朽を守った。そんな彼女のために心から嘆き悲しんでくれる人がいる限り、世も末じゃないと思う。そうそう、罹患の術僧はもう老朽から消えて、みんなも新しい生活を始めてる。きっと未来でたくさんの機会があなたを待ってるはずだよ。もうからかわないでくださいよ。影が消えた今、老朽に私の機会なんてあるわけがないでしょう。私は長年皆さんの回収に力を尽くしてきた。なのに今の彼らは桜花から来たガラクタを囲んで私を忘れてしまってる。本当に冷たい世の中です。回収が消えたせいで自分が失業したことに文句を言ってるんだね。教えてください、どうして運命はこんなにも不公平なんですか。その理屈で言うと、あなたの後ろにあるのは桜花のガラクタが送ってきた物資だよね。いらないなら必要な人たちに分けたらどうかな。他人の善意を否定はしませんし、同じ見た目のロボットたちのことも気にしていません。ただ人はいずれ自力で食べていかなければならないから、ずっと救援を頼ってはいけませんね。ですから私は失業で泣いているわけではなく、老朽の未来のために泣いて落ち込んでいるんです。そう、それであなたはどうやって自力で食べていくつもり。それは、そう、私の生活はあなたたちにかかっています。私たち？あなたが少爵先生のご友人であることは一目で分かりました。ただ少爵先生のような英雄を失った悲しみに暮れていたせいで、皆さんにご挨拶するのを忘れてしまったのです。ここ数年私も少爵先生の改修に花を添えてきましたし、術である彼女と親交を深めてきたと言えます。それで何をしてほしいの。おや、やはり頭の切れる方ですね。皆さんはセルマさんの宴に参加するために来た、それは間違っていませんよね。そうだけど、彼女の客人として私のために少し口を聞いてもらえませんか。あ、ついでに案内しておきますね。宴の会場はすぐ先です。あなたの才能があれば別に昔の仕事を続けても生活に困らないでしょ。待ってください、それはどういう意味ですか。収入なしじゃ生きていけませんよ。一人の命を救うことは帝七釘を立てることに勝るんです。コラリーはこう言いたいんだ。仕事を失ったことに焦る必要はない。あんたの素晴らしい演技と切り替えの速さならきっと演劇の世界で名を馳せられるってね。確かに桜花で役者の仕事をするなら少なくとも生活に支障はないはず。いえいえ、とんでもないですよ。しかし演劇ですか。老朽でとっくに失われたものがまさか桜花に存在するとは。おやおや、これは予想外の収穫ですね。へえ、一瞬で顔を変えた。その切り替えの速さ、やっぱり才能があるね。行こう。セルマのパーティーがこの近くならすぐに着くはずだ。あれはセラペウム？あら、思ったよりも早いわね。セルマの体はまだ完全に回復してないの？なーに？そんな哀れむような目で見てくるなんて。落ちぶれた貴族が見られるとでも思ったの？ううん、そんなつもりはないよ。老朽から影が消えたとしても私にとっては違う楽しみが増えただけ。彼らの生活とこの世界に大きな変化があったとしても、
生まれつきの気概と異名は人々の心から消えたりしない。影がなくたって私は人の心を支配できるわ。だから彼らはあの時のように我先にと私の宴に足を踏み入れたの。何せ凡人の願いは大して変わらないし、退屈極まりないもの。彼女まで、何年も私のペットをやってきたのに、少しも成長しなかったわね、少女くん。そうよ、スズメちゃんの願いも平凡で滑稽なものだった。軟弱で臆病なくせに威張るのが好きで、その上自分の名を歴史に残そうだなんて、本当に愚かよね。ええ、愚かだったわ。あなたに掃除の仕事を任せた覚えはないんだけど、それとも、あなたも私の置物になりたいの？セルマ様！ああ、うちは、セルマ様のことをもっと知って、力になりたいって思ってるんだ。へえ、けなげね。じゃあ、私の何を知りたいか、話してみて。ああ、うちは、まだお屋敷に来て数日しか経ってないけど、もうセルマ様の人柄を完全に理解したよ。この豪華なお屋敷、高級な衣装、それと数えきれないほどの美食。セルマ様の異名はまさに、貴族そのものなんだ。それがあなたの理解した貴族なの？うちは小さい頃から機転が利いてね、よく聞き、よく観察して、よくまとめるのが得意なんだ。それにセルマ様に笑われるかもしれないけど、うちはいつか貴族になれる日を心からずっと願ってきたんだよ。欲しいものを何でも手に入れて、食事もご馳走ばかり、出かけるときは大勢の人を従えて、一生順風満帆で、墓も風水的に最高の場所に立つ。何事も成し遂げられない道楽者だとしても、一族の名字を名乗ってる限り、金色の縁で飾られた家系図に名を残して、後世まで敬われるんだろ？もちろんセルマ様は貴族の中の頂点にいる存在で、道楽貴族とは大違いだ。セルマ様はとっくに自分の功績と異名を轟かせて、老朽の誰もが知ってる存在になってるからね。そんなに有名になりたいの、スズメちゃん？うちの浅はかな見解は、もちろんセルマ様とは比べられないよ。でも、名利というのは、有名になって、利が生まれるってことだろ？それは素晴らしいことだよ。堂々と街を歩けるだけじゃなく、今までうちをないがしろにしてきた奴らも、我先にとうちを囲んで信仰を語るわけだろ。考えるだけで面白い。面白い。実に面白いわ。それなら、有名になるためにアドバイスをしてあげましょう。ぜひ聞かせて。今の老朽では、あなたのようなものが虚名を手に入れるには二つの道しかない。琥珀街のあの人のように極端な悪人になるか、あるいは極端な善人になるかよ。この世の悪になる？そんなのうちの度胸じゃ無理だよ。それにうちはやっぱり名声が欲しいんだ。悪党少弱なんてどう考えても憎まれるし、いつ後ろから叩かれるかわからないだろう。あら、じゃあスズメちゃんは
老朽で一番の善人になりたいの？セルマ様、うちは欲張りで他に特技もない。そもそも善人に向いてないよ。自覚があるのね。そうなるとあなたは言うことを聞くペットとして主の代わりに威張って虚名を得るしかないかもしれないわね。ん？言うことを聞くペットは別に。ん？言うことを聞くペットは別に主の代わりに威張れるとは言えないだろ。だからうちはセルマ様について行って平和な一生を過ごせればいいや。それだけで幸せだしね。平和な一生を過ごせる。スズメちゃん、私と一緒に琥珀街から戻ってきたのに、まだそういう非現実的な幻想を抱いてるの？あの日は危なかったけど、セルマ様の神の域に達する才能のおかげで危機を乗り越えられただろ。セルマ様はいつも落ち着いてて誰よりも優雅なお方なんだから。危険な状況に身を置いても貴族たる者は常に気品を保つべきものよ。たとえいつかどん底に落ちて持ってるものをすべて返す羽目になっても、その斬新な楽しみを味わわなきゃ。前半はセルマ様から聞いたことがあるけど、持ってるものをすべて返すって、セルマ様、どういう意味？琥珀街で白家からのお詫びをもらったんじゃないの？まさか、また彼に返したんじゃ。愚かね。え？スズメちゃん、よく覚えておきなさい。私がもらったもの、集めた従者は、誰かに返す理屈なんてないの。うん、わかったよ。うちはセルマ様の言うことを何でも聞くから、必ず、一文字の違いもなく覚えておくよ。彼女みたいな記憶力が悪くて、うぬぼれるようなペットは、悪人になる資格もなければ、善人になる覚悟もない。なのに偽りの名声ばかり欲しがる。だから彼女は私が与えた自由を無駄にして、最も愚かな決断をしたのよ。もし少爵がそう決断しなかったら、老朽は影の檻になってしまってたよ。そんな結果は、誰も望んでなかったでしょ。あら、あなたは誰の代わりにそんなことを言ってるの？あなたの言う代価なんて気にしないし、あんなうつろな大義なんてなおさらよ。心のままに動くのは貴族たる者の楽しみでしょ。セルマにとって少爵は大義よりもずっと大事な人なんだね。もし彼女が知ったらきっと感動すると思うよ。そんな気持ちの悪いこと言わないでちょうだい。ちょっとした気まぐれで私のペットに選択のチャンスを与えただけよ。平凡でちっぽけな彼女は地面の落ち葉と何の変わりもないわ。その気になれば誰だって踏み潰せる。彼女みたいな人間はそもそも自分の運命を掌握するチャンスもなく、誰かに従うしかなかった。だからどうしても他人の言いなりになることが運命だったなら、どうして私の言うことを聞かなかったのかしら。セルマ。もういいわ。彼女は私にとって特別な存在でもないし、所詮言うことを聞かないペットだもの。彼女よりおとなしくて物分かりのいいペットなんていくらでもいるわ。ただそれだけの話よ。うん。セルマお姉ちゃんは、心から少爵お姉ちゃんのことを、誇りに思ってる。ただ、それだけだよ。セーラ。セラピウムはみんなの考えをよく理解してるね。今の私は、
もうセルマお姉ちゃんと結合できないけど、たくさんのことを経験したから、よりみんなのことが分かった気がする。だから、今の私は、みんなの物語をページに書き記したい。そうすれば、小尺お姉ちゃんの願いも叶うはず。願い？うん。遠い遠い昔、小尺お姉ちゃんと約束したの。わあ、セイラ！こんなにたくさんの本を読んだなんてすごいね。うん。本を読むことは、今いる人たちや、今はいない人たちと会話してるみたい。文字から、その人たちの本当の考えが理解できるの。そんな感覚は面白くて安心できる。小尺お姉ちゃんも気に入った本があったら読んでいいよ。え、読書？いや、勘弁してよ。セラが読んじゃいけない本を覗くと、うちは文字を見ただけで頭が痛くなるんだ。小尺お姉ちゃん、私が読んじゃいけない本って？適当に言ったことだから気にしないで。でも、セラがこんなに多くの本を読んだってことは、きっと書くのも得意なんだよね。書く。小尺お姉ちゃん、どうしてそれを聞くの？ほら、たくさんの本を読めば、いざ書くときもうまく書けるって言うだろ？セラ、うちは美味しいものや面白いものをたくさん持ってきただろ？だから、ちょっと相談に乗ってもらってもいいかな？うん、いいよ。何？小尺お姉ちゃん。もし機会があったら、うちのことを本にしてくれない？長ったらしい内容じゃなくて、ほんの数ページだけでもいいから。つまり、小尺お姉ちゃんは本の中に入りたいの？どうして？まあ、人は虚名を手にするために生きてるみたいなものだろ？うちはこんなに努力してるのに、歴史どころか、この老朽でも、いつ弾かれてもおかしくない砂利みたいで、地に落ちても音一つしない。息が詰まるよ、うちも。本の中の人物みたいに、名前を渡航史に残すことができたら、どれほどの年月が流れても、後世の人たちはうちの物語を読んで涙を流し、うちの名前を口にするだけで尊敬の念を抱く。考えるだけで誇らしく感じるよ。ああ、そういうことだったんだ。そうしたら、小尺お姉ちゃんが、本を作れるように手伝うよ。本当に？やっぱりセラは最高だね。ありがとう。心から感謝感激だよ。いいの。すべきことをするまでだから。じゃあ、小尺お姉ちゃん、今から私と結合する？そうそう、そういうこと。え？待って、結合？うん。小尺お姉ちゃんのことは、ちゃんと理解しないと、お姉ちゃんに関する本は、書けないから。そこまで手間をかける必要はないんじゃないかな、セラ。あ、そうだ、こうしよう。うちが口で説明して、セラがそれを紙に記すっていうのはどう？ほら、普段のうちは、人情に厚く、熱心で、老朽に関する大きな使命を背負ってる。悪を前にしてもひるまず、最終的には勇敢に世界を救ったおかげで、みんなが幸せに暮らせるようになりました。とかさ、すごそうだろう？具体的な内容についてはもう少し考える必要があるね。物語は、人を泣かせて忘れられないものがいいと言うし。でも、それは小尺お姉ちゃんじゃないよ。もう、セラってば。これは添削なの。文章を書くときはちゃんと整えないといけないし、それに、そういう物語じゃないと、
人々は読む気にならないんだよ。だって街中にいるペテン師に共感する人なんていないだろう。でも少女お姉ちゃんに関する本なんだよね。本は人を理解するための手段だから、嘘をついたらダメ。ちょっとセラってば、正直すぎるよ。少女お姉ちゃんのためだと思って少し多めに見てくれない？琥珀街で食べたいものがあったら何でも持ってくるから。いいの、少女お姉ちゃんのことを十分に理解したらお姉ちゃんに関する本を書ける。そうすれば少女お姉ちゃんのことを事実通りに記録できるよ。事実通り？もうセイラ、それはどんな本になると思ってるの？今の私はたくさんのアイディアを思い浮かべてる。だから少女お姉ちゃんの物語を全部記録するの。そうだ、あなたたちのこともお姉ちゃんの物語に入れていい？少女お姉ちゃんとみんなは大事な友達同士だから。私は大丈夫だよ。というより少女の物語に登場できるなんてすごく意味があると思うんだ。異性の物語に記録されるのはきっと面白い体験だと思う。うん、私も異議はないよ。じゃあお願いするね、セラ。他にも少女お姉ちゃんに関する話があったら私に教えて。全部本にまとめておくから。ここ数年みんなが少女お姉ちゃんのことはたくさん教えてくれたの。お姉ちゃんはいいことも悪いこともしてきた。一つずつ記録していけばきっと少女お姉ちゃんが隣に座ったあの午後に戻ってその願いを叶えてあげられるよね。その辺にしましょう。スズメちゃんのことを記録する作業はきっとすぐには終わらないはずよ。宴が終わっても時間はたっぷりあるわ。うん、それもそうだね。セーラ、もう半日もここで書いてたわけだし、私と一緒にバンケットルームに戻って少し休みましょう。大丈夫だよ、セルマお姉ちゃん。まだ疲れてないから。私が疲れてるの。あ、そういうことなんだね。それじゃあ、セルマお姉ちゃん、一緒に戻るよ。あ、忘れるところだったわ。もうすぐ宴のダンスが始まるんだけど、一緒にどうかしら。興味はないみたいね。それならメインディッシュの時間にまた来なさい。うん、ありがとうセルマ。別に、時間つぶしが退屈なら白球の元を訪ねてみたらどうかしら。彼と一緒にいたってつまらないでしょうけど。白おじさんはこの先にいるの。セルマお姉ちゃんがバンケットルームの近くにいてほしくないって思ってるから。え？ここ数日彼はセンスのない曲ばかり弾いてるのよ。だから私の耳を汚さないように離れてもらったの。じゃあまた後でね、セルマ、セラピウム。また後で、セナお姉ちゃん。それにみんな。彼女にこんな友達がいて本当によかったよ。うん、そうだね。あれはスカダーとアカリかな。彼女は何をしてるの？とにかく私たちを殺そうとしてるようには見えないけど。
だったらあんたのやりたいことをやるといい、サフライ。あかり、あなたは何を？ちょっと友人のことを忍ぼうと思ってただけ。ほら、彼女の大好物だ。その飴で少爵のことを忍ぼうとしてるの？見たままだろ。ケーキもあんたの手作り？いい感じだね。手頃な値段の店が見つからなかったから自分で材料を集めて作ったんだ。意外と何でもできるんだね。借金を多く作ってしまった人間は何でもできるようにしないと。でもこんなに多くの飴を並べてるってことはきっとそれなりの値段を支払ったんでしょ。配られた物資で少しは交換できたし、仕事の代金も前渡しでもらえた。でも今の老朽の物資は限られてるからこれだけしか手に入らなかった。これだけだなんて謙虚すぎるよ。彼女のために何かをしたいんだ。見ての通りこれだけじゃ足りない。少爵はメイキの揚げ菓子が好きだったよ。でも甘いものなら何でも好きだと思う。かつての彼女も繊細なお菓子なんて買えなかった。メイキの揚げ菓子は甘くて満腹感を得られるし、露店の商人が売った硬い飴も一つで半日も持つ。セルマなら安っぽいと思うかもしれない。私たちのような人間にとってあれは確かに生活の中で一番贅沢な甘さだ。でも幸い飴は私たちの生活の中で唯一の甘さじゃない。あかり姉さん、何を持ってきたと思う？ほら、師匠はうちに薬代を渡して、あかり姉さんのための薬を持って行ってほしいって言ったんだよ。私は大丈夫。奴らとの戦いなら、私も必ず行くと、白球に伝えておいて。あかり姉さん。もういい。自分で伝えてくる。もう、あかり姉さん。喧嘩においてあんたに勝てる人はいないけど、生身の体は知覚のない道具じゃないよ。ここは師匠の忠告を聞いてちゃんと休んで療養しようよ。どいて、彼のところに行く。ちょ、やめてやめて。うちは伝言を預かっただけだよ。傷口から血が出てるし、師匠に見られたらまたうちが叱られちゃう。あかり姉さん、もううちを困らせないで。傷口から血が出るのは正常な反応だろう。私はもう大丈夫だから止めないで。私は何かをしなければならないんだ。待って待ってよ、あかり。あ、違う、あかり姉さん、そう焦らないで。あ、そうだ、これはあげる。何？何をしてる？あかり姉さん、この飴は美味しいだろ？あの時うちがあんたに譲ったのはこういう飴だよ。それで私が白球のところに行くことと何の関係があるんだ？あかり姉さん、最後まで聞いてよ。師匠がくれた薬代のお釣りでこの飴を買ったんだ。以前飴には多くの効果があるっていう話にうなずいてくれただろ。飴を食べて療養すれば体も早く治るはず。そうだ、一つ言い忘れたんだけど、飴は痛みを忘れさせてくれるんだよ。飴で痛みを忘れる？少爵、二度も騙されないよ。騙すなんて滅相もない。うちの人柄で保証する。うちは一度もあかり姉さんを騙してないって。あんたの人柄も私が白球のところに行くことと何の関係もない。じゃあまずは
あかり姉さんの疑問に答えても遅くはないだろ。子供の頃のうちは孤児院でいじめられたら、いくら体が痛くても飴さえもらえばすぐに泣き止むことができたんだ。これはうちの経験談だよ。飴は本当に痛みを忘れさせてくれるんだ。だからこの棒付き飴を買ってあげたってわけ。そうすればあかり姉さんだって早く治るし、なるべく早く罹患の術相との戦いの最前線に戻れるだろ。備えあれば憂いなしってやつだよ。あかり姉さん、うちがお釣りを全部飴に使ったことに免じて師匠のところに行かないでね。お釣り？白球はいくら渡したの？え、これくらい？それだけか。道理で一本しか買えなかったんだね。あんたの性格なら自分のために取っておくはずだし。ああ、そうそう、一本だけだよ。あかり姉さんは怪我人だし、うちよりも必要としてるはずだって思ったから。どうやら白球の家は英才のせいでかなり落ちぶれてしまったみたいだね。だから彼はこんなにも焦って罹患の術相に対抗してるわけだ。は？うん、彼も急いでいるなら私を止める心配はしなくても良さそうだ。お金に困ってるのに今日も私の代わりに薬代を出してくれた。もし私が本当に彼の前に現れたら、きっと今以上に焦るはず。はぁ、考えるだけでめんどくさい。まあいい、彼に会うのはやめよう。少女、薬代は数日後。今度、あんたの師匠に返すから。返さなくてもいいんだって。あかり姉さんがジタおばさんから借りてるお金は、利子なしでも返すのに人生何回分かかるかわからないし。借金を返すのは当たり前のこと。どれほどの借金があったとしても、少なくとも全部返す努力をするべきだ。はあ、あかり姉さんはいつもそう言い張ってて必死だから、結局お金がなくて体もボロボロ。一体何のためにそうしてるの？やっぱり何かをしなければならないから。実を言うと、うちらみたいな人間は生きてるだけで大変なんだよ。どうして何かをしなければならないの？どんなに重要なことでも自分の命が一番大事だろ。こんなに頑張って生きてるんだから、そのご褒美にもう少し長生きするべきだと思わない？もちろん歴史に名を刻む機会があったらもっといいんだけどね。私はただ周りの状況を悪化させたくないだけ。少なくとも今の私にはその力がある。少女。どこか痛いの？あかり姉さん。あんたから見たら私はバカなんだろうね。そんなわけないだろ。実はね、うちが稼ぎ出した頃も大きな商売をして世界を変えようと思ってたんだ。でもあちこち壁にぶつかって何をしてもダメだった。幸い師匠に弟子入りして今はなんとか暮らしていけてる。この平和じゃない世界で少し名の知れた人物になれただけでうちはもう満足してるよ。あ、でも将来のうちは大いに役に立つかもしれないから、取り柄がないわけじゃないってジタおばさんが言ってくれたんだ。それで一気に有名になれたらいいな。でもね、あかり姉さん、あんたはうちみたいな何もできないやつとは違う。なんて言えばいいかな。そうだ、例えば前回あかり姉さんが影から救ったあの子、彼女の家族にとってあかり姉さんの行動は彼らの世界を変えてくれた。ずっと何かをしたいという信念を持って行動すれば、
あかり姉さんみたいに強い人は、世界を少し違うものにすることができる。そうだよね。だから、あかり姉さん。あんたの願いはきっと叶うと、うちはそう信じてるよ。他に用がなければ、先に失礼するね。あかり姉さんの療養を邪魔したくないから。そうだ。飴を買ったことは師匠に言わないでね。無駄遣いするなってまた文句を言われるし。あかり姉さんを驚かそうと思ってこの飴たちもお釣りで買ったんだ。その半分こにしようか。薬代のお釣りをそんなことに使うなんて本当に少女らしいね。うん、いつもちょっとした得をしようとして嘘をつくのに、それを実現する力がない。だけど、そんな少女のおかげで、私たちのいるこの地は、昨日と少し違うものになった。少女に伝えたかったんだ。あの時と同じように、私の心情に間違いはないって教えてくれて。ありがとうって。あれは私の病じゃなくて、私たちの世界の病を切り裂いたんだ。うん、きっと少女に届くよ。そう。死後の供養は生きてる人間に見せるための名誉でしかない。つまり自己満足なんだ。私は多くの命の死を見てきた。人々の死は消える灯火のようなもの。誰もがそうだった。でも、彼らが記憶、あるいは物語しか残せなかったとしても、それが鮮明に存在してるなら、少なくともこの世界は虚しいものじゃないって、みんなに思わせることができるんじゃない？それに、彼らの魂がこの世界で私たちを見守ってるってことにもなる。そうだよね。そうかもしれない。あかり。ん？少なくとも少女は、この飴を気に入ってると思う。それは間違いない。この前の戦いで、少女は最後の最後で私を突き飛ばして、何も残さなかった。あいつ、痛いのが苦手だから、この量で足りるかな。後でもう少し借りてこよう。アジタの借金を返すまでには、まだ時間があるから。アジタ？貸し主はもういないのに、まだそれを気にしてるの？いいんだ。もともと利子をつけて、その墓に埋めようと思ってたし。私もすべきことをしなければならない。ただ、これで借金がまた増えてしまうかもしれない。老朽であなたにお金を貸す人は、別に返されることを期待してないと思うけど。そう言わないであげて、コラリ。傷つくでしょ？とにかく、こんなにも好きな飴があるって少女が知ったら、きっと喜ぶと思うよ。もしかしたら、今は私たちの後ろで美味しそうに食べてるかもしれないね。おかしい。本当に飴を食べてる音が聞こえた気がするんだけど。確かにそうかも。あ、やっぱり少女も私たちに会いたかったんだね。そんなの。ドニグル？あんた、ドニグル。10まで数えるから、それまでに返して。6。次は2だけど。今のドニグルは普通の犬だし、人間の言葉も数字もわからないと思うよ。そうじゃなければ、奴の性格だと、とっくに尻尾を振って謝ってるはず。1。あ、待て！
明かりが追いかけてる。今のドニグル、本当に彼女の相手になれるのかな。昔のドニグルだって明かりの相手にならないでしょ。それもそうだね。私たちも行こう、白球さんに会いに。来たんだね。白球さんが今演奏してた曲はゆったりとしてて、心も広くて、まるで空の上に立って老朽全体を見下ろしてるみたい。うん、セルマが頭を悩ませてるなんて言うから、どんな音楽か気になってたけど。白球さん、今のはなんて曲？すごく綺麗だった。お褒めに預かり光栄だが、これは私が気ままに作ったものに過ぎない。実は琴を弾くのは久しぶりで、確か昔琴を弾いた時は正尺が隣に座って静かに聞いていた。弟子が心を改め音楽の造形を深めたのかもしれないと思った私は、彼女に感想を聞こうとしたんだ。しかし私が質問するよりも先に彼女は小声でこうつぶやいたのだ。師匠がまた綿打ちしてると。さすが少女くん。え、普段の少女はいっつも師匠師匠って言ってたのに、そんな一面もあったんだね。七術の中、いやこの老朽では私の冗談を多く口にするのは少女だけだろう。確かとある術の集会の話だ。さまつなことで少し遅れた私は慌てて入り口まで駆けつけたんだが、その時に弟子の明るい声が聞こえた。彼女曰く、あかり姉さん、焦ってもしょうがないよ。師匠は足が短いから歩くのが遅いんだ。ここは多めに見てあげようと。その後は、私の場合悪口が自分の先生にバレたら、お小遣いを減らされる上に一週間も実験室の掃除をさせられるんだけど。その後私が中に入ると得意げに話していた彼女は呆然としてその場に立ち尽くした。部屋の中はとても静かで、ドニグルでさえ息をする勇気がなかった。サフライだけが真剣な表情で私を頭からつま先まで観察し、ため息をついたんだ。さっさが明かりと言うべきかな。いや、何でもない、続けて。弟子が嘘をごまかす前に、私は彼女を見て先ほどの諸君と同じように抑えきれないほど笑ってしまったよ。それは私が滞在を犯した後に初めて心から喜びを感じた瞬間だった。うん、少尺は人を喜ばせる方法をいろいろ知ってるから。ああ。ところで白球さんの咳はもう治ったみたいだね。ああ、罹患の術槽が老朽から消えた今、影縛りによって生まれた持病もおのずと消えてしまったよ。待って、まさか影を操る能力を持ってる術はもう普通の人間になってるってこと？あんまり良くない例えだけど、ドニグルと同じように？その通りだ。罹患の術槽はすでに歴史となり、行動のアストラルリングも少尺の手によって解体された。術が100年も背負っていた能力もおのずと消えていく。しかし何事にも例外がある。サフライにとっては今までのあらゆる束縛から解放されたことになる。武勇だけで見ると
彼女はより強くなったと言えるだろう。そして私に関してはもちろんただの凡人でしかない。どの道これはいいことだ。私は持病に困ることなく、セルマの体も徐々に元へと戻っていく。つまりセルマはいろいろ不便そうに見えるけど本当はもう大丈夫だってことだよね。ああ、きっとあと数日もすれば彼女の体は100年前と変わらなくなるだろう。よかった。ああ、御影七術は影によって生まれたが、今や諸悪は消えた。私たちは悔恨を抱えて死ぬことなく、むしろ長い間師匠を務めていたというのに、結局のところ弟子に守ってもらうしかなかった。我が弟子庄若は何をするにも根気がなかった。私と一緒に医学を勉強したのは、彼女が売っていた不粋をよりうまく宣伝するためだった。たまに古書から難解な言葉を見つけても、占いの時に人を騙すために使った。彼女はいつも得をするために、様々な理由をつけて、私たちの財産を自分のものにしようとした。値切りした後の利益も、支払った後のお釣りも、彼女は決して見逃さない。苦労も、疲れるのも嫌で、苦血を少し口にしただけでため息をつき、サボれるように体調が悪いふりをする。だが、まあいい。元には戻せない以上、話しても無意味だ。彼女は、根気がなかった。今日はいい日だ。諸君も私と一緒に、あそこに行ってみないかい。白球さんが言ってるのはあの最後の戦いと関係がある場所？ああ、私はまだ少し市場があるのだ。それはあなただけじゃないよ。ああ、コラリーが言いたいのは、つまり一緒に過ごした時間は短いけど、私たちも少弱の友達だってこと。うん、一緒に行こう。それならよかった。ここにゴミ箱に捨てられたかと思った。どうしてこいつをここに残してるの？ただの殻だからだ。宿る意志によって器具が変わることはない。同じように意志も体を壊すことで消えはしない。それに一応これも給油の異物の一つだからね。給油？アジタのこと？ああ、その通りだ。でも明かりから聞いた話によると、アジタが老朽に残したものは数えきれないほどあって、いろんな倉庫を埋め尽くしてるはずだけど。確かにそうだ。しかし少し傲慢かもしれないが、これの本当の意味は、かつての私が大きな自負を抱え大罪を犯してしまった証なのだ。もしかしたら別の意味もあるのかもしれないね。ん？素形の儀の残りであるそれは、
七術が100年かけた心血、そして必ず成功する計画を諦めるまでは無実の人に手を出そうとしなかった証だよ。そうかもしれない。しかし結果的に過ちを隠しても結局何の成果も得られなかった。ただ政治でも批判でもどんな意味を与えられるかは見る者の心次第だ。こうしてここに置いておくのもちょうどいいだろう。あれは、よりふさわしい場所で保管するためにたくさんの人がリトストの遺物を引き抜こうとしたって親切姉さんが言ってたよ。え？じゃあどうしてまだここに残ってるの？老朽にも桜花にも引き抜ける人間や機械が存在しなかったからだよ。王を選ぶ剣か何かかな。おかしい。リカーの術装が消えてドニグレも普通の犬になったのに、リトストが残した遺品はむしろ消えにくくなったの？まさかリカーの術装が消えてもエイタンと深い関わりを持つリトストは何らかの形で存在し続けるってこと？それは考えすぎ。ここ数日の測定結果によると、水質を除けばエイタンは普通の湖と何の違いもない。でもリトストの遺品は消えてないどころか誰も引き抜くことができない。彼本人と同じくらい堅くなにここを守ってるみたいだね。リトストは何かを待ってるのかな。かつてのリトストは少弱が運命の檻から逃げられるように道を出現させた。しかしその時の彼女は何かの理由で離れる機会を手放した。結局今は彼女が去ったことによって私たちの願いが叶ったと言える。君の残りわずかな痕跡を数日もこの世に残しておいたのは、君たちによって変わった故郷を見届けてほしかったからだ。わかっている。君の性格なら、きっと私のやり方に賛同しないだろう。しかし、何はともあれ、君の滞在は、今確実に跡形もなく消えている。久しぶりだね、古き友よ。最後の別れを告げよう。さようなら。君が永遠に忘れられるように。ねえ白球さん、今のってどうやったの？まさか夢追い人の故郷の機械よりもすごい力を持ってるの？ただの偶然だよ。なんだ、伝説みたいにリトストがあらかじめ白球さんを選んだから剣を引き抜けたんだと思ったのに。罹患の術装はすでに消え、彼の最後の恐怖も存在しなくなった。それなのにどうすれば彼の剣はその選択を維持できるんだい？でもそれならどうして私たちの前にある英単は昔と同じように黒いままなの？本当に水質が違うだけなのかな。そうだね、どうしてだろう。リトスト、その名前自体が一つの答えなのかもしれない。人が死んだらもう何も残らない。魂が消えて大事な人たちとは永遠に別れる。来世もあまり望めないだろ。だからこそ怖いんだ。ただもし少弱を老朽の大英雄にする機会が本当に存在してるのならやってみなきゃ。もったいないだろ。
白球さん？この地に戻るたびについ考えにふけってしまうんだ。気にする必要はない。あれ？白球さん、あそこのものは前からここにあったの？昨日ここで琴を弾いたときはこの旗はなかったはずだが。つまりあなたがここを離れた後、誰かが置いたか。今まで誰もがその存在を無視してたかのどちらかだね。いろんな角度から見ると後者の可能性はすごく低いと思うよ。巨岩の島は救助任務のスタート地点だから、とっくに隅々まで調べ尽くしてる。でも誰かがわざと置いたなら、当時の核が使ってた武器を置くなんてどんな意図があるのかな。確かに変だよね。一番目立ったところに刺した方がいいのに。ん？こんな風にね。ほら、こうすればこれから巨岩の島に来る人はみんな一目で気づくでしょ。これを見たら私たちの大英雄小尺を思い出す。うん、いい感じ。悪くないね。次は同じように今まで見つけられなかったものはないか、この辺りを探してみようかな。せっかく来たんだし、何かをしておかないと落ち着かないもの。あかりみたいに。別に間違ってないかも。じゃあやってみようか。白球さんも一緒にどう？私のことは構わず行ってくるといい。この辺りを探してみよう。今期は目標地点に到着しました。まもなく2回目の捜索を開始します。ヘリア、ちゃんと見てて。わかった。夢追い人、そっちで何か見つけなかった？今のところは何もないよ。想定内だね。こっちも特に進展はないよ。そういえばコラリーは最近ずっと部屋にこもって無人機の改造をしてたんだ。無人機に新しく追加された機能を見る限り。ヘリア、無人機の作業中は大声を出さないで。コラリーは重要なものを見逃したくないみたいだね。夢追い人、また後で話そう。セナ、これは私たちが琥珀街に着いたばかりの時？うん、少爵は忙しそうにしながらも私たちをもてなそうとしてくれたよね。そしてヘリアとコラリーは投げナイフチャレンジの屋台で恐怖を集めてた。その後少爵は私たちと一緒に桜花に行ったでしょ。驚きすぎて目を大きく見開いてた彼女は今でも覚えてるよ。まるで瞬きでもしたら
老朽に戻されるんじゃないかってくらい。彼女は長い間老朽で暮らしてたからね。それに何事も意のままになるわけないだろ。人生は楽しむのが一番。惨めな生活を送ってたらすごく損することになるじゃないか。ところであなたも同じ感覚を持ってるのかな。知り合ってからそんなに時間は長くないけど、私たち5人は何をしても結構息がぴったりだったよね。なのにどうして私たちは集合写真を撮ろうと思わなかったんだろう。写真はどこでも撮れるし、いつ撮っても遅くない。だから次でも大丈夫だって思ったのかな。小尺は私の4人目の友達なの。友達同士ならちゃんとした写真がないとダメでしょ。もう少し時間をくれる？必ずみんなを本物通りに描くから。うんうん、本物以上に綺麗に描くからうん、それじゃあお願いね、セナ。何の楽曲も作れないのにまだこうして格好をつけるとは、見苦しいところを見せてしまったね、夢追い人。もし君も巨岩の力を持っていたとしたら、君は自分のせいで生まれた偽物をどう思う？いや、少し昔のことを思い出しただけだよ。かつて巨岩の島に足を踏み入れた小尺は、こんなに堂々とした場所がただの檻として使われることに驚き、似たような質問を私にしてきたんだ。もし偽物が作られた時に期待された役割を発揮できなくなったとしたら、それを壊してもう一つ作るまで、偉業を成し遂げるために何事にもこだわってはいけないと、私は彼女にそう伝えた。その答えを聞いた彼女は、すぐに笑い出し、大口を叩かないでと、私に言った。師匠がどんな答えを考えたって、偽物を壊す時にならないと、それが自分にとってどんな意味を持つのかを理解できない。そうだろ？不甲斐ない私と比べて、弟子の方が、よっぽど人生を理解している。小尺。白球さん、さっき私たちが見つけた旗も偽物だったりする？どうしてそう思う？行動のアストラルリングの天罰と小尺の類似の技のおかげで罹患の術相は全て消えた。それなのに無双の僧の武器だったものは。世の中の真偽は全て人次第だ。これが虚偽であるかどうかは最終的に小尺の運次第かもしれない。もしかしたら全ては100年前と同じように、あるいはその真逆かもしれない。あくまでバカバカしく極めて贅沢な私の願いだ。小尺自身の話を借りるとこの時に打ち明けたら、むしろ天意に逆らうことになるかもしれない。あまり進展はないけど、みんなは明らかに諦めてない。もう少し何かをしよう。もう少し探してみよう。すべてうまくいく。
力がないなら別のポーズを取ったらよかったのに。一番うちの勢いを出せるのはそれしかないんだよ。もし彼女がここにいたらきっとこんな風に話すんだろうね。何を？ん？ほら、砂利がたくさん詰まってるから綺麗にするのに少し時間がかかった。とにかく気にしないで。だからこれは彼女のものでしょ。物語を語るものとしてうちが保証するよ。彼女はもう自分の答えを見つけてるって。舞台やお姫様の衣装がなくても彼女には会いに来てくれる人がいる。だから感動とそれを記念するためにその少女がうちにお願いをしたんだ。選別としてお姫様の衣装に釣り合う王冠を友人に送ってあげてってね。彼女は受け取ってくれるかな？うん、確かにこれは少女の髪飾りだね。彼女があの長い落ち物の中で私にくれたプレゼントだよ。ありがとう、コラリー。大事なものならちゃんと持ってて、遠慮はいらないから。もうコラリーったら、いつもいいことをしたのに悪いことみたいに言うんだから。あなたが止めてなかったら私は本当に汚れた髪飾りをそのまま弓追い人に押し付けてたよ。そうだとしてもきっと彼女は喜ぶと思うよ。まあいい、彼女の師匠に伝えに行こう。まさか弟子の送れなかった贈り物が巡り巡って君のもとに来るとは。天意というのはやはり面白い。諸君は知らないかもしれないが、我が弟子はかつて人の臨終に対する感想を私に語った。あんなに死ぬのが怖いのにそんな話もするの？きっかけはもちろん私が意図的にそう導いたからだったが、罹患の術相を敵に回すとなるといずれ死に別れるような惨状を見届ける羽目になる。死を恐れる者は命の貴重さを一番感じられるというが、彼女が気にしていたのは私が予想もしていなかったことだ。変なことを気にしてたのかな。彼女曰く、魂だけの存在になった時に毎日供え物を食べられなかったらどうしよう。悪霊につきまとわれたり、メイドで迷子になったりして、最終的に誰も覚えていない幽霊になるのが怖いと。もちろん一番怖いのはやはり未練があることだと言っていた。例えば食事をする前に死んでしまったとか、笑っている途中で亡くなったとか。うん、確かにそれは少女らしいね。変だね、何の音だろう。はあ、一体何の騒ぎ。音は確かあっちからみたいだね。待って、あれは。こそこそして何をする気？うちは服を取りに来ただけだよ。別に何もしてない。え、一体誰？どうして少女と同じ話し方をしてるの？セーナ、手を離して。うちは目が覚めたばっかりだっていうのに、この冷たい風に当たって風邪をひいてほしくないだろう。
てた頃の願いを叶えにやってきたの？人が死んだら本当に幽霊になるんだね。は？やめやめ、幽霊とか生きてた頃の願いとか一体何？縁起でもないだろ。へえ、あなたもタヌキ寝入りをするんだ。タヌキ寝入り？いや違う違う、今はそんな話をしてる場合じゃないよ。さっきの身震いでうちは投資しそうになってるんだから、まずは服を着させて。身震い？もうずっと見つめられてると出られなくなるだろう。早く後ろを向いて。さあさあ。そんなおふざけ全然面白くないよ。ありがとう。そのうちは無事に帰ってきたよ。めでたしめでたし。褒めなくていいんだけど、お帰りって言ってくれる人もいないの？待って、まさかまさか、うち、やっぱり何かをやらかした？すまない。私は少し混乱していて、何を話せばいいかわからないんだ。前のことに関しては君は何もやらかしていないと私は確信できる。あ、それならよかった。いいかどうかは私たちが判断する。少女くん、一つ質問に答えてもらえないかな？もちろん。コラリ、何をするつもり？バカ、どうして生き返ったのが少女だってわかる？彼女は少女だと思うけどね。核だったら服を着ることより私たちを排除することを100倍重要視するはずだよ。そうじゃなかったら私たちはとっくに後ろを向いた時にやられてるでしょ。甘い。もし弱ってる彼女が少女のふりをしていたらどうする？うちの前で話せないことでもあるの？次の話なら大丈夫。少女くん、この三択問題に答えて。ヘリアはどのくらいのバルキリー？ B 級？ C 級？それとも D 級？あれ？ヘリアは A 級じゃなかった？しかも強調するような A 級なんだよね。じゃじゃん、正解。どうやらあなたは確かに少女みたいだね。本物の少女の前でしかヘリアの唯一の長所を紹介してないから。別にデタラメは言ってない。あなた自身がそう言ったんだから。他の長所はないし、唯一の長所は A 級なんだ。あの時ちゃんと聞こえたよ。あれは訓練所にいた頃、あんたがサボりと小賢しいことばかりするから怒りに任せて吐いた言葉でしょ。まあまあ、二人が本気で手合わせするつもりだとしても少女おばあちゃんの前ではやめてね。それにこういうことわざがあるんでしょ。喧嘩は寝て治る。待って、それって同じ寝室にいる時の言葉だったかな。うちに抱きついて泣いてくれると思ったのに一体何なの。でもそれでいいよ。うん、とにかく少女が戻ってきてくれてよかった。私もとても嬉しく思っているよ。白球さん、さっきは何か予感でもしてたの？そこまで具体的なものではなかったね。え、もしかしたら私が描いた石板の絵のおかげ？正直に言うと、さっき書いた時はこっそり涙を拭いてたんだよ。きっとそれで神様を感動させたから少女を無事老宮に送り届けてくれたんだね。
ってあんたたち、もしかして加工婆さんがずっと言ってたうちの葬式を手配してるの？まずいまずい、うちはまだ栄誕の夢の中にいるのかもしれない。君は確かに目覚めている。少し頭がぼんやりしているようだが、とにかくなぜ君は。まあいいだろう。ん？あなたの師匠はどうしてあんな風に廃墟に現れたのかを聞きたかっただけだよ。どんな風に？それは先に言っておくけど、わざとあんな風に現れたわけじゃないよ。きっとあの光のせいでセルマがくれたお宝が全部消えちゃったんだ。じゃあ今の服は？知らないよ。うちは。天罰の光に飲み込まれた後、うちは光のない空間に入った気がする。その時本当に死んだんじゃないかって思ったよ。でもその後にうちにはまだ意識があるって徐々に気づいたんだ。いろんな冒険探と同じように、うちは暗闇の中を模索しながら前に進んでた。どれくらい時間が経ったのかは知らないし、その過程も順調とは言えない。だけどなんとか出口を見つけたの。出口を通り抜けると見覚えのある空、揺れ動く半分だけの袖、それとあんな姿の自分が見えた。だからすぐに袖を掴んで体を隠そうとしたんだよ。でもその結果、手を伸ばした途端にセナに捕まっちゃったんだ。私は結構すごいんだね。はいはい、あんたはすごいよ。褒めたら満足。とにかくうちは思い出せることをすべて話したよ。それで今日までに一体何があったか誰か教えてくれない？ちょっといきなり何の話をするんだよ師匠。あれは本当に何気ない話だったから誤解しないで。もう過ぎたことだし気にしてはいないよ。いや、師匠が自らその話をしたならきっと師匠に何らかの影響を与えてるはず。そうだ、怒りを晴らすためにうちを叱ってみたらどう？君、まあいい、本当に気にしていないから。白球、時間があるときは桜花で競技系のゲームを体験してみた方がいい。競技系のゲームに何か特別なところでもあるのか？別に特別なところはないけど、汚い言葉の勉強になる。今度怒るときに言葉が見つからなくて何も言えないっていう場面を避けられる。優しいね。借金が山積みなのにうちのためにお金を出してくれるなんて、そこまで真摯な友情をうちは死んでも忘れない。それにドニグルもこれからはちゃんと世話するから。少弱、せっかく生き返ったんだから縁起の悪いことはやめなさい。ああ師匠の言う通りだね。でも7日も消えてまた急に現れるなんて、どう考えてもうちが使える術法には思えない。まさか本当にセナの言う通り天罰を下した方がうちを助けたとか？天罰を下した方って何？アストラルリングが意識を持ってるとか？だったらどうして早く核を倒さず、あなたが命を懸けた時にやっと助ける気になったの？うちがどうやって生き返ったかって聞かれた時、さすがに知らないって答えられないだろ。焦らないで、
疑問は弾丸みたいなもので、少し飛んだって悪いことじゃない。その視点から考えると、知らないはいい答えだよ。もちろん、その奇跡を他人のものにするより、自分を褒めた方がいい。例えば、災いを転じて福となしたあなたは、予想外の事態に遭遇した後、地球の律者のような非凡な存在となった。だから、初七日というのも、あなたが新しい体を構築するのに必要な期間。そして、あなたに関するものが次々と現れたのは、あなたの体が出来上がる前兆だった。何？コラリ、デタラメな冗談はやめて。別に冗談なんかじゃない。既存の事例を元に考えた、合理的な推測だよ。直近でも、私たちには世界の泡の精子を反転させた、ゼーレ・フェレライがいる。遠くを見ると、何度も死を乗り越え生き残ってきたベルトさんがいる。片方が死生の律者で、もう片方は断りの律者。一つの推測として、今の話がデタラメだとは言えないでしょう。はいはい、あんたの言いたいことはわかってる。でも、具体的な状況は当事者に聞かないと。少爵、今何か変わった感覚はない？例えば、急に自然法則を理解したとか、あるいはそれを作り出せるとか。そんな大げさな例を挙げなくてもいいのに。それはうちは今お腹が空きすぎて、ご飯を3杯食べられるっていうのはどう？道理でみんなは旗を掲げたり、日を立てたりしてたわけだ。うちは自分の初七日まで眠ってたんだね。老朽は広くないけど、魂も体も消えた人を探すのは至難の技。今まで、本当にお疲れ様。仲間なんだし、そんな水臭いことを言わないで。もし私が急に姿を消しても、少爵は私の初七日まで探してくれるでしょ？やめやめ、瀬名おばさん。そんなことは言っちゃダメだよ。うちら二人、いや、みんなは長生きするんだから。少爵おばあちゃんがいる限り、たとえ本当に何かあったとしても、きっと助かるはずだよ。もうマスコットと呼んだ方が早い。ところで、ふと気づいたんだけど、加工場さんが天罰によって払われて、老朽の終末のアンカーも正常に戻ったなら、老朽人と桜花人は、これから毎日会えるんじゃないの？うん。いつでも桜花に来られるよ。うんうん。どうやらうちら老朽人の新生活にも、見込みがあるみたいだね。現状を見ると、まだ長い適応期間が必要だと思う。老朽でも桜花でも同じだよ。でも個人的な視点から考えると、欺瞞の術として研究所にマンションを申請するくらいは難しくないと思う。手続きが遅かったら親切姉さんやユウン先生が手伝ってくれるはず。頼れるつてがあるのはいいね。忘れないで、私たちにもそういう仲間がいる。ただしばらく連絡が取れてないだけ。そう打ち込まないで。もしかしたらすぐに状況が変わるかもしれないよ。それもあなたの嗅覚なの？えへん、私の鼻は鋭いんだから。わかった、そうなると願ってる。でも何も変わらなかったら
次に食堂に行くときは私の食べたくない野菜を食べてもらうから。それはご褒美なんじゃないの？私好き嫌いしないいい子だもな。そうだ、いろいろ話したけど、セルマとセラたちはどうしてるの？セルマはパーティーの準備をしてる。セラペアムはいつも通りセルマのそばにいるよ。もうそれなら早く教えてよ。ちょうどお腹が空いてるんだ。先に言っておくけど、それは死者、つまりあなたのために用意したパーティーだよ。あの放棄が計画した葬儀の流れと同じじゃないけど、大して違いはない。本当に行くの？うちのための宴ならなおさら行かなきゃ。一番売れてる本だって、衝撃大逆転で読者を引きつけるだろ。だから今行けば、うちが生き返ったことをみんなが街中を駆け回って宣伝する必要がなくなる。さすが我が弟子だ。それもそうだね。少弱は美味しいものがあるパーティーを欠席したりしないから。もちろん、本当にお腹が鳴っちゃうほどペコペコだよ。じゃあ今から出発する？待って、その前に髪飾りを返すよ。つまり夢の中のうちがあんたにこれをあげたけど、ここにいるうちはあんたにあげるとは限らないって、そう思ってるんだよね。うん、あれとこれとは違う。結構こだわりがあるんだね。もちろんその気持ちを理解できないわけじゃないよ。なんといっても長い夢だったし、あんた以外の人にとっては実際に起こってないことだけど、あんたにとってはすごく大切な過去。その喜びと悲しみは夢という言葉だけでまとめられるものじゃない。だからこそあんたは偶然手に入れたうちの一番大切にしてた宝物をこれほど真剣に扱ってくれたんだね。でも本当にあれとこれとは違うって言うなら、この空気の中じゃうちはきっと予知夢で言ったことをもう一度繰り返すことはできないと思う。例えば今うちがあんたにとってうちはどんな人間って聞いても、夢の中のあんたと現実にいるあんたが同じ答えを口にするとは限らないだろ。うん、今の私も同じ答えを口にすると思う。あなたは普通で可愛らしくて、そして少しも嘘が上手じゃない女の子。あんた、みんながいる前で何を言ってるの。でも私も同じことを思ってるよ。コラリーとヘリアもそうだよね。どうして私に聞くの？分かりやすい事実でしょう。コラリー、こういう時はもっと素直になった方がいいんだよ。はいはい、もういいから。師匠の前だって言うのに、もう少しうちの顔を立ててよ。そしてこの髪飾りについては、人にあげた贈り物を返してもらってもね。夢追い人が同じ答えを出せるなら、うちだって同じことをしても問題はないだろ。夢の中でもそうじゃなくてもちゃんともらっておけばいいの。もちろん定期的にお手入れすることを忘れないように。うん、さあまずは食事だよ。行こう行こう。こうして桜花と老朽の人々は一致団結して幸せそうに暮らしました。みんながよく知っている地球のお友達と同じように、少弱は絶体絶命の中運よく帰ってこられた。もしこれがおとぎ話なら、確かにここで終わってもいいんだけどね。残念ながら今この瞬間、この星の真実はまだ氷山の一角しか解き明かされていない。そうだよね。物語の主人公こと我らが夢追い人、君が一生懸命に追い求めているのは一体どんな夢なのかな。
そう焦らないで。もう一度自己紹介した方がいい？僕はビタ。歯が唇を優しく噛むビニ。舌が優しく歯に当たるタだよ。友人、そしてガイドとして君のそばにいよう。ビタ？何かを思い出したのかな？どうやら君はもうすぐ他の質問の答えを見つけられそうだね。何でも言って。おや？思い出したのかな？僕の友よ。おや、急に冷たくなって悲しいよ。でも、今回の君はあまりにも早く記憶を取り戻したみたいだね。前回桜花と老朽が壊された時は、君にループの真実を思い出させるのに3日2晩もかかったよ。でも、それもそうだね。今回の君は素晴らしい実績を達成して、たくさんの経験値を手に入れた。レベルアップしたと言っても過言じゃないかな。ん？なんだかご機嫌斜めだね。今回、君とその仲間たちは老朽と桜花の災いを終わらせた。めでたしめでたし。君は何度も何度もこの物語を書き直して、やっと期待していたハッピーエンドを迎えたんだよ。すごいことさ。そんな仕事ができるいい子はちょっとしたご褒美をもらうべきだよね。おやおや、そこまで緊張しなくてもいいのに。こんなにも長い間ここで一緒にいたのに、まだ僕のことを知らないの？よく知ってるから。ううん、本当のあなたを知らなすぎるからだよ、ビタ。ひどいことを言うね。ほら、毎回僕が君を助けてあげてただろ。でも、覚えてる限りじゃ、何回かのループが始まった時にあなたに襲われた時があったけど。それも物語の展開を早めるためだったんだよ。おや、思い出したの？うん、あなたに関する記憶をいくつかね。ちなみに、そのほとんどは楽しい記憶じゃない。そう真面目に考えないで。この膨大な枠組みの中で、君はシステムに閉じ込められた電子生命体なんだから。ちなみに僕は君のシステム操作員だ。ほらね、僕たちは親しい戦友だよ。心配しないで。僕は君を見捨てたりしない。君がこのシステムの状況をはっきりと理解するまで、僕は友人とガイド、そして専属のシステム操作員としてずっと君のそばにいる。このシステムがどういうものか、自分がなぜその中に存在しているのか、それをはっきりとさせたい気持ちはわかっているよ。大丈夫、僕がそばについているから。君のデータ、あるいは記憶はいつか完全に復活する。今ここであなたと話してる私は、同じ物語を数えきれないほど経験してる。そうはっきりと認識できてるの。でも新しいループを始めるたびに、その記憶は曖昧になる。私は本来の目的を思い出せず、規定のロジックに従って行動するようになる。まるで
まるで舞台上の役者みたいに。それも仕方ないよ。人は夢を見ているときに自分が夢の中にいることに気づけない。もし物語の主人公が最初から全体を見通せる軽眼を持っていたら、何もかもがめちゃくちゃになる。もちろん電子生命体である君がデータを吸収して成長し続けたら、いつかはできるようになるかもしれないけどね。現実と夢、さっきビタに聞かれたけど、私は一体どんな夢を追い求めてるんだろう。でも今の僕たちがいるこの場所も現実ではなく、どちらかというと現実と夢の狭間って感じかな。君が落ち着いたのなら次はもっと面白いことをしよう。僕が言ったご褒美のことを覚えている？君が物語をクリアした後にシステムは自動的に新たな権限を解放してくれたんだ。今回君は僕と一緒に現実に戻れるよ。本物の世界に触れるのはこれが初めてになるんだよね。はあ、僕もワクワクしてきたよ。善は急げ、早速出発しよう。待って、まだ質問は終わってない。まあまあ焦らないで、時間はまだたくさんある。質問があるなら外で君を待っている人たちに聞いてみるといいよ。彼女たちは君以上に今の状況を気にしているから。でも彼女たちが主人公を務めてる物語にとっては、君こそが最も危険な不安定要素かもしれない。なんてね。ホログラフィープリント完了。おかえりなさい、夢追い人。彼女目覚めたの？初対面のマナーとしてこう伝えるべきでしょうか。月へようこそ。